続いてのプレゼンターは伝説のセクシーグループ STN48 の元メンバーにして現在はギャル書道家として活躍、書道七段の腕前を引っ提げ今大会に参戦、世界視野での活躍を目論むギャル書道家ナチさんです。どうもギャル書道家のナチです。私はストリートファイターのリュウが大好きです。リュウカモン。大好きなリュウの昇竜拳を出したくて、いけいけいけ昇竜拳、あーなかなか昇竜拳が出せない。このようなことを皆さんも経験あるかなと思います。ただキャラクターに魂を込めることによって簡単に技を出すことができるんです。それでは魂を込めたいと思います。皆さんもストリートファイターで魂を込めて遊んでみてはいかがでしょうか。以
上書道家ナッチでした。ありがとうございました。高橋さんどうでしたか、見られて。そうですね、最高でした。すげえ、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 最高なんですよ。大丈夫かな。ちょっとあの一点、ちょっと龍がうるさすぎて、そうですね、やってる最中5、6回ぐらいもう吐けろよって思いました。ちゃうなんか妄想とかしちゃうんじゃないですか、こう見てると。いや確かにすごいいい体なんですけれども、ちょっとこの笑顔が気に食わないな。考えてみたら、なかなか書道であのストラブをね表現できる方いないと思うので、とてもあの、はい、楽しかったです。リュウさんの脇がリュウさん違うから、それ書道書だからね、書ではギャル書道家のナチさんでした。ありがとうございます。